あちゃ、へっちゃんでーす。今回もジャンプチェやっていきたいと思います。はい、ということで、今回使っていくキャラ、こちら、シャルラ使っていきたいと思います。ということで、運マックスにしてきました。では、早速性能見ていきましょう。特殊タイプで、攻撃力が2262と。で、必殺技見ていきたいと思います。攻撃力の 356% のダメージを与え、攻撃タイプの場合 50% の追加ダメージですね。なんで、まあ実質攻撃タイプには 406% 乗りますね。結構高めかな。で、友情が弱体化ですね。で、さらに攻撃力ダウンを 17% してくれます。いやね、無課金でね、使う場合結構友情も優秀ですね。では特性見ていきましょう。呪いのターンを2ターン短縮。30% 以上の時に赤プチを4個、青プチに変換。って感じです。アタックのその上がったりはしないみたいですね。で、運特性で 70% 以下の時に、通常攻撃と必殺技で与えるダメージが上がりますね。通常攻撃が 10% の必殺技が 14% ですかね。はい、といった感じです。で、今回こんな感じのパーティーで遊んでいきたいと思います。あのね、アスタ&ユーノとね、一緒に合わせるとね、結構、青で繋がって、いい感じになるので、一緒に連れていきたいと思います。そして、序の地。こちらがね、青を緑に変えます。で、こちらの、なんて読むのかわかんないけど、空母。こちらも、木を緑に変えるということで、黄色と青。緑に変えていっぱい繋げていこうかなと思います。ということで、やっていきましょう。レッツゴー。さあ、早速やっていきたいと思います。まずは、この辺繋げて、で、見えるやつだけこう取って。で、これで必殺打てますね。では、必殺演出見ていきたいと思います。ほい。青になって、おお、なんかかっこいい。すごいでかいものを飛ばして、刺さって28000。やばいね。キラーと、作品アップで、めちゃめちゃ上がりましたね。で、ちなみに、攻撃力、50% 上がってますね。50% で28000。やばいね。では、次は火力を上げて殴っていこうかなと思います。まずは 22% アップ。そして、プチを大量に緑にします。では、お次に必殺プチ変換と 6% アップ。では、お次、必殺プチ変換。あー、赤ないからダメか。これ合わないね。では、30% アップ。お次37%アップ。で、必殺プチと29%アップ。で、必殺プチと20%アップ。さらに弱体化。今回はやっぱ2個分で見ていこうかなと思います。で、70% も切ってるので、ま、いろいろできますよね。で、50% アップ。で、プチ吸収しちゃいます。OK。これ取りたい。取れるかしら。あ、いけそうだ。OK、OK。じゃあ2個分で、見ていきましょう。ちなみに攻撃力が、アスタ&ユノが14800。まあ、約15000ですね。と、12326って感じです。では最後、52% 上げて、殴ってみましょう。さあ、これでアスタのバフもかかります。バフがかかって、どうだ !37 万。日光で37万、強いんじゃね？
はい、ということでいかがだったでしょうか。使っていきましたが、いや、これいいんじゃない。シャルラ強そうだね、本当にね。キラーがね、刺さるとこだったら結構使えそうですね。で、まあプチ変換も持ってますんで、まあ最悪なんだ、1枠目とか4枠目に置いて、まあ変換で使ってあげることもできますし、友情は弱体化がね、今のところ多分ね 29% 一番高いんですよ。他のやつだと、まあ27% かなが一番高かった気がしますね。イベントで一回見てみますと、友情がこっちかな、はい、友情だと、まあ今出てる限りのものを全て持ってるわけではないのであれなんですけども、だいたいこんな感じで、一番高いのがね、ダイなんですよ。こちらが 27% で、で、次に高かったのが、こいつですね。25% でもう上がんないんですよね。で、これよりも、高い弱体化のシャルラが手に入ったことで、まあ、少しね、ダメージが変わるので、まあ、それがね、また、使えるからいいかなと思いました。アタッカーでもいけるし、まあ、サポートでもいける優秀なキャラクターだと思います。で、手に入れ方は、一応ね、お話ししておきますと、はい、ということで、お話ししておきますと、こちらのお宝のね、足跡の方ね、こちらは報酬を集めていただいて、で、まあ、交換にはまあ、結構かかっちゃうんですけども、意外とね、すぐ集まるので、こういうのね、すぐ、運マックスにできますので、ぜひぜひ、皆さんやってみてください。はい、ということで今回こんな感じで終わりにしようかなと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。概要欄にツイッターのリンクも載せてありますので、フォローをぜひぜひよろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。またねー。